パラドックス13は、東野敬語の小説である。毎日新聞社の週刊誌、サンデー毎日に2007年5月から2008年5月まで連載され、2009年4月15日に毎日新聞社より刊行された。2014年5月15日には、講談社から講談社文庫版が出版された。原因不明の現象によって、 突如極限の状況に追い込まれた人間が倫理を超えた選択を行いながらも生き残りをかけていく。3月13日13時13分13秒、ブラックホールの影響で P-13 と呼ばれる現象が発生することへの対策が政府の間で極秘に進められていた。学者や政府関係者ですら具体的にどういう現象が発生し、 どういう影響を受けるのか詳細につかめないため、関係各所には、その時間だけ危険な作業を中断し危険な場所から離れる、腰痛脱だけされたが、国民には混乱が起きないよう、この情報自体、その時が過ぎるまでの極秘事項として決して公開されなかった。刑事の小賀の不幸は、同じく警視庁の管理官である兄、聖也と共に、強盗犯の確保に取り掛かっていたが、 当時のミスにより、聖夜が犯行グループに撃たれてしまう。当時も、また、犯人の撃った弾を受け、その衝撃の後、当時は意識を取り戻すが、東京の街には誰もいなくなっていた。わけがわからないまま、街を歩き、見つけたのは、同じような現象に出くわした10人で、その中にはなぜか死んだはずの聖夜もいた。そして、状況が飲めない彼らは、 廃墟と化した東京をさまようことになり、そこへ数々の天変地異、そして薬病が襲う。ありがとうございます。